からすぐ近いのにもう水がきれいっていうのが、まあ、よそから来た人はみんなそこに感激しますね。はい。こうやってダム湖があって急流があってっていうのはこれだけの近さだとそんなにないかもしれないですね。もっと全体的に緩やかだったりで、まあ、流れが全体的に速かったりみたいな感じで、ここはそんなに激流っていうほどでもないので、小さい子は小学生からで、まあ、年配の方まで楽しめる感じですね。川にはいろんな流れがあるんですけど、それを全部体で感じて受けて、そしてその流れを利用して動くところが一番の魅力です。多摩川の魅力は、急流もあるし、あとまあ、穏やかなところもあって、川を大好きになれる川だと思います。みんなこう共通しているのが、自然とこう対話するっていうか。我々生き物本来の、姿でになれるっていう、そういう時間なんですよ。イタケスタイル。はい